とラジオネームレータさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ドーラ様、剣木さん、こんにちは。こんにちは。ちは早速質問です、えー。年齢や風貌などが幼い女性に興奮することで有名な剣木さんですが、ドーラ様は身体を変化してロリードレイクになることができるのですが、剣木さん的には興奮しますか。ドーラ様、8月のパーソナリティ、お疲れ様でした。 やってもらっていいですか <laughs> やだだー。いい今日は無茶ぶりのコーナーないって聞いてたけどお <laughs> かしいなぁケムさんが無言でねこのお便りをねスーっと採用 <laughs> 怪しいなと思ってたんですけど <laughs> これがギャラだと思ってるんですけど <laughs> <laughs> なんてこったノリドレイクになったことはないですねじゃあ今やってもらえればえっ本当にはなんだけど <laughs> めちゃくちゃもう目を目を閉じて目を閉じて聞く姿勢の <coughs> ケンモッツァケンモツさんツァケンモッツァコインとはもうん、無理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 いいじゃないでもう帰りたいはい <laughs> <laughs> 次のお便り行きますいきま次のお便り行きます今日来てよかった <laughs> やだ本当にやだこれ,これ行事にしましょうよ<え> <laughs> <laughs> このラジオの。<laughs> 来月はね、僕が降りたあとも続って来。来月は、あのゲストの方が最初は絶対ロリー声をしなきゃいけない。皆さん頑張ってください。<laughs> はい、次のお便りいきます。<laughs>